どうも、高田桃です。こちら、バターのいとこをたまたま見つけたので買ってみました。これが栃木のナスでしか買えないらしいんですよ。都内にはたまに売ってる、空町に売ってて、あとお取り寄せもあるらしいんですけど、半年末らしいです。それをたまたま見つけたのでね、食べたいです。食べたいと思います。袋めちゃくちゃ可愛くない？おしゃれじゃない？こういうの好き。じゃあ開けますね。バターのいとこミルク、もう中身を知らないんですけど、こんなんなんだ。あ、すごいバターだ。バターみたい。かわいいこれ。もうこれお家でなんか収納する箱にしよう。この箱。あ、かわいい。隠れ牛。おぉ、バターじゃん。オープン。あ、こんなんなってる。ワッフルみたいな形してます。じゃあ、早速いただきます。クッキー。これめっちゃ美味しいじゃん。もうね、なんかシャリシャリしてるのと甘いのがあって、ホイップかな入ってるのとクリームみたいなのが入ってるんですけど、これ何だ、カラメル？バターって言われたからはちゃめちゃに甘いもんかと思ってたんですけど、ちょうどよく甘くて。それで言うと、北海道の生キャラメルも好きなんですよ。とろける感じとちょうどいい甘さが、そのぐらいの甘さでめちゃくちゃ美味しい。これ買った方がいいな。中をちょっと割ってみようかな。あ、これやっぱキャラメルみたいなのがね、見えるかな、入ってる。美味しい。食べるのもったいないだろ。シャリシャリっての聞こえるのかな、これ。美味しい。これ自分のご褒美にでもどうですか？あと半年待つか、空町に買いに行くか、どこかでたまたま見つけるか、あ、栃木にで買うか。栃木？茨城、栃木、群馬の埼玉の上ですね。すごい遠いわけでもないのかな、東京に住んでる方とかは。あっちの方住んでると遠いね。取り寄せた方がいいと思います。そういう方はぜひ食べてみてください。もも好きです。バターのいとこでした。美味しい。すごいシャリ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 言ってる。何がシャリシャリ、あ、ホイップにシャリシャリが入ってるのか。ごちそうさまでした。美味しかった、これ。